人生か？私が竜人を？ちょっとそれは。褒められるのは嬉しいけど、私にできるかな？もっと強い人を他から呼んでくるとか。時間が、そんなに竜人と周辺の妖怪の被害が大きいの？竜人への生贄？そういう話はよく聞くけど、でも竜人は怒りに我を忘れているのよね。分かったわ。その依頼引き受ける。村の女の子を見捨てるわけにはいかないもの。ありがとう。君も頑張ってね。九尾の次は竜人か。大変だけど頑張ろう。